お、もしや獅子狩りの方でしょうか。あなたが助けてくれたのですね。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。おかげで九死に一生を得ました。私は夏目、この先の港で家事を営んでいるものです。仕事のため素材の採集に来たのですが、途中で獣に襲われ気を失って、気づけばここへ。ってことで、じゃあ自分も港を目指しています。そうだったのですね。私が案内できればよかったのですが、百聞は一見にしかずですよね。ついてきてもらえますか。あそこにはここ春霞の古道から港につながる橋がかかっていたのですけれど、少し前に大きな地鳴りがあって落ちてしまったようで、私たちはその地鳴りに驚き飛び出た獣と勝ち合ってしまい、堂々していた。いけない、一刻も早く氏重さんを探しに行かなくては。無理はするな。ですが私が無理を言って付き合ってもらったのです。危険な目に遭っているかもしれないと思うと。あなた獅子狩りですよね。獅子狩りというのは狩りの依頼で生計を立てるはず。氏重さんの捜索を依頼させてもらえませんか。もちろん私も協力しますから。わかった。ありがとうございます。この恩はいずれ必ず。あの時いい、ね、私たちを襲った獣は琥珀主、港の獅子狩りたちが手を焼くという強力な相手です、うん、それと戦うとなれば相応の武器が入りようでしょう。そちらについては私にお任せください。私は鍛冶師、あなたのように戦うことはできませんが、適当な作業台さえあれば武器を研ぐくらいはできますから。うん、てことで、それでは一旦野営地に戻りましょうか。はい。戻りまして、何か作業台の代わりになりそうなものは。メニュー開いて R に押すと、こういうねスキルツリーみたいなのが出てくるんだけど、これで作れるからくりを増やします。ってことで、これで作業台を作れるようにしますよ。で、ついでに、アンテナ。これね、どこに獣がいるかっていうのを、まあ、範囲はあるんだけど、結構広くてね、その範囲内で探知することができるっていうやつだね。で、これ。は、まあ、食料っていうか食べ物を作るやつっていうか、まあ正確には干して調理するって感じかな。これで得られる効果が増えたりもしますと。今はこれだけなので一旦閉じて、そうだな、上押して、あい、増えてるね。じゃあ、ここに設置。一人でにかなとこが、もしやからくりの力。どこに上がっとんねん。すごい、このかなとこがあれば私も少しは役に立てそうです。幸い手持ちの道具も無事でした。素材さえ集まれば弓や太刀などもこしらえられそうです。その刀とは使い勝手も変わってくるでしょうが、きっと手に馴染む子も見つかるはず。ところでそのからくりと、ちょっとよく見せて、できれば少し分解させてほしいのですが。もちろんここではやりませんよ。氏重さんを見つけ港にたどり着く、話はそれからですね。
だってそこにいるの？ びっくりした。あ、じゃあついでにアンテナも立てちゃいましょう。お、あ、そうね、外に立てようかな。あー、ここにしよっかな。そうだな。あ、これがね、練習用のやつだから、こっちにしようか。で、戻って、あとは食べ物作るを、ほい。で、カナダコで武器。武器を鍛えたいのですね。で、これに関しては実はもう決まってて、まあ、4時間やってたってのは実はこれなんだけど、どれがいいかなっつっていろいろ触ってたのね。その結果、野立ちが今のところいいかなと思って、でね、本当は後々このハテナハテナハテナになってるとかあると思うんだけど、後から出てくる武器っていうのもあって、あれ？でもハテナ3つだったっけ？まあいいや。まあ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 。まだまだ武器がありますよと。というわけで、とりあえず野立ちでいきます。これを作る装備で強化もできちゃうから、これね、本当はもちろんこっちの方が強いんだけど、これね、確か琥珀虫倒すとこっちに行けるようになって、ちょっと強いんだよね。というわけで一旦こっち作りますよ。はい。で、防具、守りもおろそかにはできませんからね。防具はとりあえず初期装備でいいかな。作れる部分はあるけど、まあ一旦ね。はい、オッケー。他にも素材があれば強力な防具が作れるのですが。じゃあ話しかけます。すごいとこいるね。琥珀主には捕らえた獲物を巣に持ち帰る習性があります。氏重さんが捕らわれているなら、おそらくその巣の中に琥珀主を追い立てれば巣まで逃げ帰るはずですが、そのためにはまず琥珀主に挑むことになる。準備のほどはいかがでしょうか。すぐにでも迎える。心強いです。ここであなたと出会えたのは良好でした。ただ私としては少し時間がかかっても狩りで獣の素材を集めておくことをお勧めします。素材さえあればより強力な装備を作ることもできますから。私の鍛冶師の力が必要な時はいつでも言ってくださいね。氏重さんを待たせてしまうことにはなりますが、助けようとした私たちまで命を落としては本末転倒ですから。ってことで、あ、ここに戻る。琥珀主は川辺の獣、川の近くを探してみてください。はい、ということで、どうか無事に氏重さんを連れ帰ってください。 OK、 まずはこれを引っ張ってと。はい、もう見つけたね。黄色くハテナになってるやつ、ハテナはまだ出会ったことのないって意味なんだけど、黄色のやつは今回やるべき獣の相手だね。そのシルエットが出るようになりますの で、上のこのバーでも分かる通り、この方向にね行けば出会えるんで、まあ見づらかったらこうやって A に押せばこっちだよってやってるからね。ということで、
クモ、これがね狩りを手伝ってくれる、なんて言ったらいいかな、まあお供みたいなもんかな。特別攻撃力高いとかそんなんはないんだけど、いろいろねサポートしてくれる心強い存在です。さあ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 やっていこうかな。じゃあ琥珀虫は覚えてるかな。あ、なんかあ、なんかが通ってた。よし、おい痛いね、おい、やばい、おい、なんとか避けれた、おい、ちょっと頭狙って、はい、R に押しながら、おおっとやるね、はい、危な、やっぱ初期防御だと食らうね、はい、これね、V 破壊もあるんで、 V 破壊するとそこからも吐き取りができます。場所によるけど、あ、それ当たるんだ、ほい、せっかく溜まったのに、こういうところでエルに長押しすると井戸を立てれて、ここでね回復薬を補充したりとかねできるけど、まあ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 このままいっちゃいましょう。でこれね、水が深いところだと移動速度落ちちゃったりするんで、そこ気をつけながら、まっしょい、当たるね、ほい、ほい、うん、お、キーン、危ない、ほい、危ない、あ、ピヨ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 、こういう時にスタモが注意を受けてたりするんだよね。おい、よいしょ、もう一丁、頭を狙って、あー吠えた、タイミング悪っ、
ほい。ほい。ほい。ドーン。あれ、角壊れない。逃げてるね。誰か来たの？来たよ。ここよ。天井に囚われておるのだ。その格好、獅子狩りであろう。おるわ。もがいとる、もがいとる。うわ、届くのそれ。痛い。ナムナム。ほい。その破壊。おい、琥珀虫が弱っておるぞ。そのままやってくれ。今のはカラクリというやつか。はいでーん。死んじゃ。あ、そや、あとちょっとだったのに。またこっから。お前だけが頼みの綱なのだ。ごめん、死んだわ。さあやっていくよって言っても、もうすぐだった。おい、なんだ、終わりかい。祈った甲斐もあるというものよ。はい、しゃく。やられちゃったか。さあ、琥珀を砕いて俺を解放してくれんか。え、待って、あ、嘘。さっき角折ったのに。いや、助かったわ。お前がおらねば俺は今頃琥珀の中よ。だが、お前の突こうと折ったからくり、あれは俺の知っておるものと随分違うたぞ。お前さん何者だ。ただの獅子狩りとは思えん。え、まあそんなことより藤重さんですか。ん、なぜ俺の名を。おお、そうかそうか。夏目のやつに頼まれたのだな。あやつも無事であったか。ならば改めて、俺は大道寺藤重という港一の豪の者よ。それで夏目はいずこに。八重地にいます。八重地。おお、お前さんが気づいたのか。はい。では悪いが案内を頼むぞ。また獣に襲われてはたまらんしな。お任せあれ。でも豪の者なんでしょう。さっさと夏目のところに行こうではないか。なんかおるわ。琥珀の師程度にとらわれるとは、俺も弱くなったわ。